ごいな、今日トップデーだ、完璧な。うん、嬉しい。みんなね、まだ分かってないのよ、スープラこんなに釣れるって。本当に。おー、出た。今日はね、まあメバリングなんだけど、ちょっと趣向を凝らして、瀬戸内のね、オーソドックスなメバルプラッキング教室みたいな体でお届けします。教室なんで当然先生と生徒役ということで、インクスのモッキーこと田中モキギさん。はい、田中モキギです、よろしくお願いします。まあモッキー姉さん、モッキーちょっと背中見せてごらん、モッキー。ん？これ見えるかな、モッキー本名なんですよ。田中、ひらがなが。そうです、最初から。はい、そうです。珍しいね、でもインパクト強いよね。そうですね。ということで、あのモッキーを生徒役にね、今晩一晩瀬戸内の明かり付き堤防の、スタンダードオーソドックスなそのメバルプラッキングの展開教室ということでね、頑張ってみます。まあモッキーはね、一番得意種目がエギング。そうですね。近年はちょっとエギングより旗の方が得意っていうか好きになって、はい、うん、ね、旗でっかいの釣るんですよ、またこの人が。まあまあで、はい、メバリングがまだちょっと経験がかなり、そうですね、毎シーズンやるんですけれども、うん、やっぱりこう、まあ、金太郎飴みたいな15センチぐらいのサイズを毎年取って、うん、パッとしない感じです。パッとしない感じでね、はい、なるほどなるほど。まあということで今日はね、こっち瀬戸内まで来てもらって、はい、まあメバリングの発祥の地でもあるからね、うん、この辺の海域っていうのは、はい、とにかくあの密度が濃いのよ、メバルの。でなおかつその潮流が複雑で水深もあるということで、明かりつきのポイントっていうのはあの変化があるの、ものすごく、うん、その変化に、プラグでどうついていくかということを、はい、覚えてもらうと、はい、またあのモッキーの地元へ帰ってね、はい、闇の場所でも明かりの場所でも、それなりの引き出しがね増えてくると思うので、はい、まあ一回きちっとしたそういうオーソドックスな形をね、今日はちょっとあの頑張って勉強してもらいます。はい、はい、ということでね、今日は実はねワンボックスフィッシングですよ。僕のメバルプラッキングっていうのはね、だいたいこの一箱で収まっちゃう。これまああのうちインクスレベルからね、あの出してるランガンプラグコンテナ、これ40本ぐらい入ってるんだ。まああのトップペンシル系からね、あのミノー系まで。僕はプライベートでこうやって、プラッキングやるときに実は2箱持っていくんだ。はい。まあここまではぎっしり詰めないけど、あの2種類持って、合計どれくらいかな、50個ぐらいの。うわ、たくさんですね。うん、50個もいるのかとか思うじゃん。はい。あのね、ベスト尽くそうとするといるのよ。あのもう本当にね、やり込んだら分かるけど、レンジが5センチ違ったら食う食わないが決定する日もあるのね。もう極端な時だと2センチ違っただけでえらくノリが違う。あのバイトはしてくんだけどかからないのが、2センチ上げてやる、2センチ下げてやるだけで一発でかかるようになったりとかね、その辺があのメバルの面白さであり、メバルプラッキングの面白さ、まあ僕の場合はそこまでやってるので、どうしてもこれたくさんの種類が欲しくなる。まあ今日海がね、どういう風になってるかもうやってみないと分かんないんで、一体何種類使う必要があるのか、はい、2、3種類でどんどん釣れるのかはやってみてからのお楽しみ。じゃあ分かりやすいところでこれを使おうか。もう一番オーソドックスなミノープラグ、シュガーミノ、外れない外れない、それを結んで、はい、で、ミノとかね、シャットの基本的な使い方から、ここは明るくて、あの水も綺麗だからよく見えるので、じゃあモッキーはそれをまず結んでください。はい、はい、モッキーはこうミノのトゥイッチってやったことある？はい、はい、見よう見まねで。見よう見まねで、はい、じゃあとりあえず、はい、しがみのそこぽちゃんと遠くないところを掘り込んで、はい、パンパンと動かして自分なりにスイッチングをちょっとやってみて。はい、うん、
捕まえて潜らせて、そこからパンパンパン。あ、そう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 、それからナクション出たんですね。もうちょっと投げて、はい。風結構強いな今日。はい、そうです。あ、こういうね、ちょっと待ってよ。はい。ミノウ系はやっぱりリップなりの先行振動っていうのがあるんで、しっかり巻いて潜らせて。はい。そうそう。そっからパンパン。あ、食ってしまった。食った。いきなり。潜らせて。はい。そうそう、あ、食ってしまった。食ってしまった。食ってしまった。すごい、さすが瀬戸内。マジか。しかも悪くないサイズが。おお、いきなり。いきなり、ああ、落ちちゃった。いきなり。わあ。悪くないじゃないか。すいません、皆さん。練習モードでいきなり食っちゃったよ。あっちゃいいじゃん、はい、あ、ほら白メバルだ。黒じゃないよ、白が入ってる。今日いいかも、うん、一番おいしいやつ。あ、そうなんですね。逃がすけど、あ、はいわあ、やったやったね、よかったね。今ポロッと外れたのはなぜでしょう。あ、やっぱり食いが浅かったからですか。いや、俺これバーブレスにしちゃってる。あ、そうなんですねあのリリース前提なんで今日はね。はい、うん、わかりました。ルアー見せてあげて、カメラに。はい、なんで釣ったんだっけ。シュガミノです。シュガミノ、はい、これはね、うん、フィッシュインって書いたでしょ。んインクスレベル、フィッシュインでのオリジナルカラーのチャートのプロとかね、はい、うん、こちょこちょやってるだけ。はい、わかりました。いやいやいや、なんでいきなり釣っちゃダメでしょ。なんか一投目でしたね。ね、あの段取り狂ってます、いきなり釣りました。この辺やっぱり持ってんのかもしれない、うん、あ、よかったです、うん、はい、はい、じゃあまあ、 あの続きということで、とりあえずリリースして、はい、ね、ぷっちゃん、はい、バイバイ、はい、ありがとうございます。で、今モッキーの写真をこう撮影する間、はい、バシバシバシって聞こえたでしょ。はい、聞こえました。明らかにね、なんか追っかけてるベルト。こうなると、あのこういう割とプリプリ泳ぐ系のミノをこうただ巻きするだけで、はい、あの頻繁にバイトが来るモードかもしれない。うん、はい、なんか続いてさっきと同じような要領でね、はい、まずはミノーイングで続いて2匹目3匹目を、はい、ちょっと狙ってやってみて、はい、僕は8月ぐらいの発売予定のね、ベイトフィネスタックルで、僕はちょっとジェイドサスペンドでやってみようかなと。止めて食わせた方がいいのか、曲げた方が効率よく食うのか、ちょっと2人でね、手分けしてやってみましょう。はい、よし、じゃあ、はい、浮いてないんだよ。でもそうですね、うん、だからやっぱりあのこのジェイドの、はい、浅いだろ、明らかに、ジェイドの方が泳いでくる層が、だから多分効率悪いかもしれません。シュガーミノの方がいいレンジにね、入る可能性はある。あ、あ、後ろついてきてる、俺のルアーです、うん、あ、止めたら食わない、うん、後ろついてた。これはね、目の前にさっきからまた向こうで音がしたでしょ。シャバッと、はい、ベイトをかけてるんで、はい、音がした方へフルキャストして、はい、リトリーブだけで撮ってごらん。ピッチコテ、うちでベイトを打ってればね、ストレートドリブの方が反応いいかもしれない。で、ベイトフィッシュを追ってるメバルを釣る時の一つのコツでもあるんだけど、はい、思ったより早巻き、思ったより早巻きの方が、はい、効率が上がることも多々あるんで。で、俺の感覚じゃ今投げたコースよりもう 2,30 度左側の暗いところ、はい、うん、こっち見てない、はい、
俺なんかもっと早く巻く。もっとですか。サーチするときはターターターってどんどん投げて早巻きして、あのベイトフィッシュを追ってるのかどうかの確認をする。それで食わなければスローダウンさせていくわけ、ゲームをね。で、はい、投げる方向、角度をどんどん変えて、オーブン状になる、そうそうそう、そんなスピードでいい。見えてます皆さん。ベイトフィッシュ食ってる時はね、こんなスピードでドッカーン当たってくるからね、スローにやる必要はない。さっき一瞬目の前に入ってたんだよな。うん、そうですね。だんだん正面へこう戻す。はい、あ、来た来た。うわお、うわって言ってるよ。慌てない慌てない、ゆっくりゆっくり、はい、急いでなくてもここは平らだから。はい、嘘だろ、ここでこんなメバル釣れたことないよ。でかっ。いいわ、抜けるかな。抜け、あー、よし、あー違う、よいしょ、いいサイズ、いいサイズ。わあ、すごい。釣れちゃってる。ここはね、あらら、15センチから大きくても22、3センチのポイントなのよ。おー、でかいよそいつ。大きいですね。気をつけてね、トレブルフック、はい、危ないから。ぶら下げたままでいいから。はい、わー、いいじゃん。今フロントフック外れた。そうですね、うん、バチャバチャっとした時に、あの強すぎる。はー、うん、もっとソフトに扱ってやらないと、フロントフックが唇かかってたのがブズッと切れて、リアがお腹の状態になってた、はい、ちょっとやばかったよね、うん、やばいね、絶好調じゃんですね。 いきなり、はい、笑ってしまう。そうそうないのよ。何がそうそうないかって言ったら、瀬戸内のメバルってそんなにベイトフィッシュをいつもかけ回してるわけじゃない、うんうん、はい、1年間通じて言うなら2割ぐらいしかない。あと7、8割はね、硫化ベイトで、はい、微小浮遊生物、プカプカ流れてくる、はい、網とかプランクトン食ってるから、はい、どちらかといえばドリフトの釣りとか、アクションかけて止めてステイをこうロングステイにさすとかが、はい、有利な場面が実は圧倒的なの。でも今相当早く巻いたじゃん、はい、多分認識なんかないで、メバルを釣るのにあのスピードって。あー、なかったです、はい、ないよね。それはなぜならもうこの15年間20年間メバリングっつったらジグヘッドのバームさせてデッドスローで巻きなさいって、こうなんか染みついてない、みんな、うん、こういうことだね。ベイト入ってたら関係ないからね。僕まだ遅いと思ったぐらい、うん、僕なんか完全にベイトパターンだなと思ったらもっと早く、しかも僕ハイギアがほとんどだから、それでこんなスピードで巻いてドカンって食わせるからね。まあその2割ぐらいの状態にいきなり今日当たってるから、はい、もう すごくラッキーだと、うん、まあじゃあちょっと続いて楽しみましょう、はい、たくさんいるわけじゃなくて広範囲にポツポツ散らばってるやつが早巻きで見つけて食ってきてくれる感じです。しがみの花、はい、やっててね。2連発したけど次が来ない。そうですね、やっぱ追っかけて散らばってんだよな。うーん、だからまあ音がするなり姿が見えるなりしない限り絞り込みは難しいかもね。だからずっとこうスプレッドというか広くどん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 打つしかないな、とりあえず。はい、あ、出た。俺ペンシル投げて今水面浮かべたらパカって出た。だいぶパシャパシャ言ってますね。お、出た。わ、すごいすごいすごい。水面に出だした、急に。急に来ましたね。でも乗らない。でもね、油断ならないのはね、もっきね。はい。こうやって5分10分で変わるんですよ、コロ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 、なんかいかにそれについていくかで、引き出しをたくさん持っとかないとついていけない。今の様子だと、はい、もう10頭ぐらい投げてバイトないじゃない。はい、ないです。だけどパチャッと言ったりしてるじゃない、はい、こういう時は
巻き込んでレンジ入ったらトゥッチかけてロングポーズ、はい、ロングポーズで、はい、シンキングなのでゆっくり沈むのをそのサウナでテンションかけてゆっくり沈むのを少しこう止めるようなイメージで、はい、であのパチャっていったあたりでやってみてください、はい、落ちていくものを止めるのに、はい、テンションかけるのがいいんだけど引っ張りすぎて、うん、もっとこう止めてる感じ、はい、だけど緩ませないって感じ、ポンポンポンツッ、あ、そう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 、本当にじわっと浮かすぐらい、はい、うん、今そこルアー見える、はい、ついてこないですね、うん、トップのパターンも一瞬だったみたいよ、うん、まあでもまだ日底から返して2分3分ぐらいだから今から行くな、うん、多分満潮前ぐらいにはねきっとパチャパチャ言い出す、はい、巻きでじっとしてこない、はい、スイッチからの止めで全然追ってこない、はい、となるともういないか、はい、レンジがぐわっと深いか、うん、ということになるから、ここで今度はね SPM の55、はい、ファストシンキング、はい、投げて10カウントぐらい沈めて、はい、そこからゆっくり巻いてくる、はい、じゃあ結び替えて、はい、うん、SPM の55、ゆっくり巻くと割と大きなこうウォブルでヨタヨタ泳いでくるので、ね、で SPM 使うときはある程度カウントダウンさせて、はい、結構思いっきり沈めといて斜めに水面までこう巻き上げてくるようなイメージでとりあえずやってみて、はい、僕はトップ投げ続けてますいつ出るか分かんない、モッキーの様子を見ながら、うん、水面放置、まあいかに今ここの、あ、出た、うん、乗らないんだ、時々トップには出る、うん、でも実際釣れたのは早巻きで食ってる、はい、だからまだパターンが、おお、読み切れてない、僕も。うん、やっぱ数は少ないし、うん、ついてこない、はい、ついてこないです、うん、で、基本的にね、もうあの瀬戸内みたいにメバルの多いところで釣るときは、はい、3と同じことをして釣れなかったら、はい、ガラッと変え、ね、変えた方がいい、はい、だから SPM でももうボトム取るつもりで一旦、はい、うん、しっかり深いところまで沈めて、そこから巻いてくる、はい、すぐそこで大事、はい、基本的にここはあの黒メバル、ブルーバックばっかりがいるのよ、はい、なのに白が2発巻きで釣れたから、あの白メバルだけがベイトを追っかけてて、はい、今ここからいなくなってる可能性がある、うーん、でそこでパチャって時々出てるのが黒メバルで、はい、それはあのここへこうほら風が吹いてゴミ溜まってるじゃん、ええ、そこにいるプランクトンを多分食ってるんだろうね、うーん、チュポ、あっちだ、出るんだよ、あんなところで、あっちだ、今出たでしょ、はい、出ました、出てる理由を、はい、この海面の状態から読む、はい、多分うっすら見ると思うけど、あそこへ泡とゴミの帯ができてる、できてます、あれは湾内の水が風で跳ね返って離岸流のようになってこう外に出ていく潮になってるから、あそこにゴミが溜まってる、でそこで出たからね、はい、うん、あそこに投げてる、はい、出た理由はあそこへ餌が集まってる、はい、
出だしが良すぎて難しくなってきた。多分ね、今日寄ってるメバルが少ない。はあ、だけどいい釣り方したよね。はい。SPM55 のままだよね。はい、そうです。じゃあちょっと当たりがね、今何等かないんで、はい、違うもの結んでみよう。はい。何を練習しようか。この右手で何度かパシャパシャ言ったので、はい。リッチ35のはいハイフロート、はい、おおハイフロート、はい、それ結んでみよう。はい、まあリッチ35のハイフロートを結んだ理由は、一つはリッチ35ってすごく瀬戸内のメバルに向いてて、はい、まあなんだろうな、いつでもどこでも結果が出やすいルアーであるというのが一つと、はい、まあさっきからパチャパチャ何度か言ってるので、このので大きな僕ペンシル投げててバイトがなかったので、はい、すぐそばに出たけどかかんなかったんで、まあ、ちっちゃくするっていうのが一つで、ハイフロートなんでよりペンシルに近い状態になってくれる でこれをね投げて着地したら、はい、竿でブルッって引いて止めて待つ、ポコッで浮いてもちょっと待つ、はい、転換とくらい待つ、はい、でまたブルッってやってポコッまた五感と転換と待つ、はい、っていうのをこっち方向で、はい、うん、何とかやってみて、はい、波動で気づかせて、はい、止めて食わせるっていうついて、はい、うん、動かすときはきれいよくブラッって浮かせて止める、はい、でロングステイ、はい、なったの、イカだ、ほら、あ、本当ですね、イカ追っかけたのか、でかいぞ、結構、はい、SPM7 ぐらいのサイズだね、ですね、よりちょっと大きいから、お、お、引っ掛けた、イカ掛け名人です。これがベイトになってる可能性がある、綺麗に引っかかってますね、釣れたんだ、釣れる。SPM75 サイズのこれはスルメイカの子供、これを結構食うからね、でかいメバルは、はい、うん、何か起きるかもしれない。お、あ、ちょっと写真ですか。全部メバル、メバルサスペンドして、ふわ、大きい最初の場所でバタバタっとつって、はい、続かないから場所変わったんだけど、今度ねこの堤防はね、あの海に対してこう平行に伸びた堤防の中ほどの電気があるとこね、はい、うん、こういうとこへ寄るで、さっきのとこと違うのはもう流れてる、はい、で基本的に右から左だと思う、コミショウだから、うん、なので風も右から左吹いてるので、はい、アップに投げて、まあミノでもなんでもアップに投げてちょっと巻いたら手にかけてこうドリフトする、はい、巻く場合でも少しこのドリフトするのを意識しながら、はい、うん、でこう U 字エフェクトというか、ターンルアーがダウンに入って、はい、ターンの時にちょっと止めてやったりするのもコツだからね、はい、まあ、あとは投げてみないとちょっと様子わからないんで、はい、うん、それでやってみましょう。はい、何結んだかな、はい、リッチ3号のシンキング、あ、リッチ流れがあるからね、あのまずはシンキングで流してやると、はい、あの沈まずに平行に流れるので糸に引っ張られて、はい、うん、でシンキングを結んでもらってるから今、はい、はい、じゃあやってみましょう。アップに投げて、うん、ちょっとアップ気味に投げて、アップに投げて、
で、ブーッと巻いて止める。はい。で、ちょっとドリフトさせてやる。はい。で、またブルッとやって。まだ流れが効いてないな。はい、そんな感じですね。うん、まあ、少しメバルの何か応答があるまで、ね、はい、投げましょう、2人で。いないですね。ずっとライズしっぱなしなんで、おー、パタパタパタとこらじゅうで、はあ、それを想定してたと思うんですけど全然ですね。さっきパチャパチャって時よりになってましたよね。はい、さっきあっちの方が良さげでしたね。まあ、あれが本当は連続するっていうか、あ、ずっと感じなんですね。はあ、はい、なんかそこからちょっと上がっているところなんで、そのうち連れ出すんじゃないかと思うんですけどね。はい、あっ、来た。はい、どうですか？あ、外れてしまった。あ、いた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 。あー、いやー、バレた。くーそー、森巻かれてしまった。リッチのリッチ3号シンキングですね。はい、どんな釣り方で今やられてるんですか？はい、メアンブをちょっとダウンからアップに巻いてきました。先生の言うことを逆らいまして逆らってしまいました。でもじゃあちょっと出そうですね。そうですね、もう一回やってみます。いや、これも多分バーブレスです。はい。え？来た。あ、いや、来たんですけどね。来たんですけどね。バレたんですよ。バラしてしまったんですよ。よし、じゃあ。よし、うん、よいしょ。ああ、ちょっと良さそうですよ。結構突っ込みますね。あ、出たかな、行くかな、抜けれるかな。ちょっと抜きます。よいしょ。ああ、ラインが切れてしまいましたね。危ない、ちょっと待って。はい、おお、ごめんなさい。ちょっと口開けてちょうだい。おお、危なかった。はい、あら、いい方ですね。同じようなアプローチで、そうですね、今度はあの明暗部をアップから攻めてきました。リトリーブ中にゴンってきましたね。なんか僕が休憩してる間に釣ったね。釣れましたまたこれがいいサイズじゃん。今日サイズいいわ全然ね、あの普段こんなサイズなかなか出ないのよ、ここは瀬戸内なので。レギュラーサイズが18センチだからね、立派立派、いいメバル、うん、やっぱり多分ね、あのまだ流れが緩いとは言いつつも、
あのリッチ35の SS が、はい、多分正解だと思う。で、あの本当はね、ここ足元から1メーターぐらい影があって、その向こうが明るいわけね、ここ見てると、はい、でさっきから僕が歩いてくるのにオープンに全然メバルが見えないのよ、ええ、でさっきちらっと声聞こえたんだけど、このシェードと明かりの境目で釣った、はい、釣った。あの今の状態ではオープンにメバルが出てないから、多分同じパターンでやらないと次も出ないかもわからない、はい、なかなかやるじゃん、シェード通して食わせた、やった、意識的にやったの、はい、そうです、さすが釣り師やなよし、じゃあ引き続きバンバン釣りましょう、うん、何結んだ。はい、ビート糸を結んでみました。55です。 この子はね、あんまりこういうヒラ打たないんだよ、土かけても、はい、ビート糸は、水面下10センチぐらいを安定して、タイトウォブルに少しロールが入ったような動きだから、つまりただ巻きるわ、はい、なので今の流速をイメージしながらアップからクロス、はい、ダウンに入る、こうイメージしながらちょっとターンさせるような感じで、はい、使ってもいいし、右から左の流れなんで全くこのシェード沿いに、はい、ダウンに打ち込んでゆっくりこう流れを上ってくるイカとかを演出するような釣り方とか、はい、そういうのでやってみよう。はい、はい、よし、そうですね、やっぱりかなり流れは速いです。でこう流れに置いておくような感じがいいのか、流れによりもちょっと早く泳がせた方がいいのかをなんとなく探りながらやっています。でターンを明暗ぐらいでできたらなと。モンキーごめん、うわーすごーい、すごーい、スープラで、おお、やっちゃったよ。わ、大きいです ね、 今ね、最後にさっき言ったセリフ、はい、シェード際をダウンに打って、そのゆっくり上流へ上る演出を全く沈まないスープラで、はい、本当にゆっくり竿で錆びたらボカーンってすんごい音出して、すんごい音立てて食ってきた、こいつ。わ、立派ですね。黒だね。うん、こっち来てから黒だ、みんなついてんの。あー、いいメバルだ。しかも、僕が丹精込めて作ったスープラ君で。これ嬉しい。すごいですね。いいぞ。やっぱり全部今日はシェードについてるね、まだ。オープンには出てない。で、あのイカがいたからこそ、はい、あのダウンからゆっくり登ってくる演出、水面でね、でも十分食ってくれる、うん、あとやりたくなったらスープラ結んでやってみてごらん、はい、でこの堤防長いから、ええ、あの歩きながらずっとゆっくりゆっくりやってるどっかでガボッと出るよ、これはこれで気持ちいい釣り方した。いやよし、映像が撮ってないのが残念だ、食う瞬間が、うん、今日はモッキーちゃん主役だから、ね、僕は結果だけ見ていただいて、はい、まあ、僕が一発スープラでね、はい、下流から上流へこうゆっくりスルメイカがこう登ってくるような演出でもう全く潜ってないよね、バシャーッと激しい出方したから一匹だけじゃないと思うの、そういう出方が、うん、でモッキーが釣った一匹もリッチ35 SS と言いながらほとんど沈んでないはずなんで、水面意識がねものすごく高いやつがいいサイズがついてる気がするから、多分スープラでまた釣れると思う、はい、うん、でスープラは基本ペンシルなので、ペンシルなんだけど水車もついてるじゃない、いろんな使い方できるのね、はい、でまあイワシとかイカナゴが入ってる時はジャッとこのペラでスプラッシュをプシャッ
と上げて流した方がいい時もあるし、ゆっくりさだ巻きするとこう引き波が出るのよ、こう三角で、はい、この三角の引き波ってイカ釣りしてたか分かるんですよ。はい、分かります。ね、アオリイカのチビがこう泳ぐとこう三角になるじゃないですか。なりますね。それも上げて下からドーンって降ってくるパターンとかあるので、その辺ちょっと意識して、はい、うん、いろいろ試してみます。そうです。はい。で、何よりそのスープラって、まあ、ルアーこう釣れるルアーっていっぱいあるじゃん。はい。こいつは俺の言い方では釣れるルアーじゃないね。釣りたくなるルアーなってるんだろう。はい。釣りたいです。もうぜひぜひ釣ってみて。はい、はい、頑張りましょう。はいはい、はい、すみません、もう一回お願いします。はい、はい、色を金色から、日の丸に変えてみました。なんで日の丸かったら、もう目も日の丸なんだけど、はい、おっとこのん引っかかったのお腹見せて、はい、日の丸なんだよね。まあレッドヘッドの足、はい、よし、こっちで行ってみよう。頑張ってみます。よいしょ、おいて、はい、ダウンに投げて、早い、もっとゆっくり、じわーっとイカが登ってくるスピードを意識して、うん、まあ、ペンシルはね、いっぺん食い損ねたら、はい、次が出にくくなるルアーでもあるので、はい、それで出なかったらもう 4,5 歩下流に下っては、はい、やるみたいなね。はい、出ろ、その辺で出そうな出ないか、いい感じ、いい感じ、ルアー見えてる、ぼんやると、うん、これ多分ね、はい、僕がやって出ないのに、うん、モッキーのリトリーブには食わなかったのは、はい、多分ね、竿の位置が高すぎる、だから高すぎる、ニーリングして、はい、低くして、低くして、はい、ルアーの角度が変わるね。はい、あ、来ました。ほらね、来たー。竿の位置が高すぎてルアー角度が悪かったから、こうニーリングしたら一発でしょ。これくらいシビアなのよ、メバルって。やったー、強い強い。スープラで初めて釣れました。やった、やった、やった、バラすなよ。はい、抜けるかな、と頑張って、おうわー、釣れました、最高、うわ、やったスープラフィッシュ、うん、一発でしたね。テクニックだろ。あ、本当です、ね、だから、あのオートマチックに釣れるルアーは、はい、もうみんなが誰が投げても釣れるからとってもいいルアーなんだけど、こういうちょっとしたその技術を、はい、介入してやると途端にお化けするルアーと、まあ、両方の面白さがあるってことね。うわー、うん、すごい。ティップの位置を下げただけであんなに違うの。違いますね。だから2センチ揉めることがあるよと俺言ったじゃん、はい、うん、でこいつはペンシルだから、あの高い時だって水面滑ってるし、ニーリングしても水面滑ってるんだけど、はい、わずか 1,2 センチこうなんとなく変わる角度とか顎の角度とかね、はい、でここのエンペラがあるから少しだけ潜ってくれる、はい、そのこの少しで今空港案内が決定したの。うーん、すごい、グッと嬉しい最高。あれだよ、多分ね、もう今の俺の予感じゃないな、今の俺の読みじゃ今日はスープラモードだよ。だメバルが全部シェードに入ってる、はい、で明かりと影の境目ぐらいでスローリトリーブでバタッて出たじゃない、はい、で他のルアーよりはっきり言ってこう2人でバイト率が全然上がったよね、はい、だから今日はねスープラタイムです。これからは、釣れるとこまでスープラで
ガンガンやりましょう。はい、よし、次次。はい、ありがとうね。ありがとう、バイバイ。はい、ちょっと下流側に2、3歩移動しちゃうみたいな感じ。はい、一発その位置からその明かりの正面ぐらいまでの間に、まあ、10匹はそこからいると思う。はい、はは、やばい。はい、そうですね。はい、潮が右から左に流れてるのでちゃんとかませながら、それでもゆっくりゆっくり上がってくるようなイメージで巻いています。すいません。出ないですね。まあ、さっきの1匹までか十分ですけどね。そう言ってもらえてよかったです。どうなることやらと思っていたらトップでちゃんと釣れてありがたいことです。カメラの明かり照らしたりもしてるんで、はい、若干上村が警戒してると思うんですけど、あとはさっきのはあの投げて結構巻き始めてすぐ食ってしまったので、はい、ずっと引きずってきてしまったんですよね、魚を。なのでだいぶ警戒して沈んでしまったんじゃないかなと。やっぱりちょっと難しいかもしれないですね。出ない。出ないですね。ああ、ちょっと休み。あの明かりの中で広範囲にあのパチャッパチャッパチャッパチャやるときはあれ網なんだ。はい。広範囲に広範囲のこう範囲の中で同時多発でパチャッパチャッ出るときがあるじゃん。はい。あれって大体網だからね。で今日はっきり言ってあのないよね。はい、ボイル、そうですね、ボイルっていうかパシャーが出ないじゃん。出ないのにペンシルで釣れたじゃん。はい、これが、メバルが1月2月3月4月で水温が上がると同時に小イカが入ってきたりで、魚にスイッチが入ってる時は、はい、影に身を潜めてる、ね、うーん、自分が明かりの中にいたら、はい、居場所バレるから、はい、イカも寄ってこないじゃん、ええ、でも暗いとこにいたらイカ見えないからスーッとそのそばを通った時だけバン出る、はい、で離れたところをイカが通ったら、はい、ダッシュして出ないといけないから、ダッシュして出たら逃げられるから、はい、あのじっと我慢して見てんだよメバルは。ああの自分の間合いじゃないか。で間合いをルアーが通った時だけ、はい、ボンってこうワンダッシュで食える距離に餌が入った時だけあのやる飛びつくわけ、うん、バン、はい、ヒョウとかあんなんと一緒だよね、待ち伏せ型、はい、うん、今日のもう僕とモッキーがスープラで釣った魚っていうのは完全に待ち伏せ型で影に隠れてると。でここは明かりつきの堤防だから隠れ場所が影なの、はい、でこれが明かりのない磯場に行くと岩とかもなのよ、隠れてると、はい、うん、岩のそばにこう隠れてて、このそばを通る魚が通ったらバカッって行く。だからそれを理論的に覚えておくと、はい、あのシャローの闇磯のあそこもがあるな、しもりがあるな、ちょっと飛び出た岩があるなったら、そこを今のやり方で通せば、はい、もっとでかいのが来る、うん、うん、これをね、はい、帰ったら地元でね良さそうな場所でねやってほしい、はい、うん、わっわっ
すごい。本日最大だった。大きい。でかい。おお。完全トップパターンだ。うわ。いい。うん。いいメダル。いやー、大きい。赤黒いこっち。赤かな。赤。いや、黒じゃないですか。黒にしたのか。えらく赤いぞ。うん、黒はあんま、あ、こうやって見たら 黒ですね。うん、黒だ。うわー、すごい。すげえ。トーピード。まあ、トーピードでもスープラでもいいと思う。あの、お、ちょっと怖い怖い。嬉しい。あのね、岸際のテトラ体があるんだ、はい、あ、はい。そのテトラの際だからね、水深が70センチぐらい。でうまくあのシェードができてて、でテトラでできたシェードの水深70センチぐらいのところを同じようにゆっくり引いてたら4回当たってきた。ほーここあの乗らない、乗らない、足元までいっぱい竿を下げて引いたらゴッだから車路側に詰めてやっぱり餌待ち伏せしてる。ここは水深あるけどシェードの中に入ってるの。テトラ隊の方は浅いところで隠れて待ってるみたいな。多分テトラの中が出てきたんだと思う。ビャッ、テトラ付きなんですね。うん、いや最高。わ、すごい。本日最大今のところね。うん、なんかもっと大きいのが釣れそうな気がしてきた。わあ、いいぞ今日は。わあ、メバルの数は少ないんだけど、あの釣れ方が面白いしサイズがいい。うわあ、今日来てよかった。うん、結構です、大きい。ここテトラがこう入ってるでしょ、ずっとテトラ伸びてるわけね、大きい向かって、はい、で今僕が立ってる位置が沈みテトラの1段目のとこにいるから、はい、このラインで投げるとだいたい水深が70とか、はい、こんぐらいしかないわけ、はい、そこを狙って投げたの。でさっきの1本釣ったの、うん、でこれがモッキーの位置から平行に投げると完全な離れすぎなのね。うん、でこれテトラだから全部一緒じゃん、出てる幅が。これが岩とか藻だったらデコボコしてるから、だからいかにあの闇磯でこういうゲームしようとした時にそのキャスト精度が必要かっていう問題になるし、やっぱりねあのストラクチャーにタイトに通すっていうのが、特に闇場はね、あの明かり、ここは明かりがあるんだけどもっと狭くなるわけ。あのなんていうのかな、出る距離というか追う距離が、はい、明るいところは割合長く追ってくれるんだけど、はい、暗いところはねきっちり通さないと食わないみたいな、あの僕のペンシルの使い方ってキャストして水面でちょんちょんちょんとやって、あとは流れに乗せてドリフトするさせるっていうパターンがすごく多いんだけど、それはあの基本的にプランクトンパターンね。で今日はねあのプランクトン入ってない、そういう状況じゃない、もう全然明かりの中でメバルが浮いてこないからもうプランクトンはね流れてきてないんですよ。でなんて言うんだろう、捕食力のある大型だけがシェードの中に隠れて、通りかかってくる小魚とかねイカを狙ってる感じ。え、よし出た、よし出た、出た出た、バサッと出た、割とオープンで出たよ。よし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 、へい、ちっちゃいけど、ちっちゃいけど嬉しい、ちっちゃいけど嬉しい。釣るとこ見てもらった。これこんなちっちゃい子でも食うでしょ、スープラで。これ20センチないよ、ほらこれ17センチだ、17、8しかない。でもこうね割とボリューミーなスープラでこれちゃんと釣れちゃう。これトップゲーム楽しいよ、このパチャって出る感じが最高。今日いい日に来たわ、スープラデーになってる、嬉しい。意外にね僕大きくなくてもねこういう釣れ方すると嬉しいのよ、たまんねえ。
メッパル僕はシェード際から、はい、影の中でね、さっきから出なくなったよね。これコロッコロ変わるんだ、こうやって。今日はね、ここメバルが少ない理由がちゃんとある、はい、いつもはね、足元は釣りにならないぐらい藻がびっしり生えてるのに、はい、あの水温が早く上がったせいかね、藻が切れてなくなっちゃってるんだよ、うん、で、この2メーターぐらい藻があって、はい、その向こう側のエッジですっごい釣れるんだよ、はい、だからベイトタックル持ってきたんだよ、うん、その藻の向こうで食わせたら藻に潜るじゃん、はい、それをこれ P08 にリーダー俺 2.5 だから、おお、もっとすげえしのごの言ってたらバシャーって目の下で、すごい、すげえ足元で食った、やるじゃん、わあ自信つくなこりゃ、はい、トップ楽しい、トップ楽しい、俺本当にすぐ下でバシャンとかびっくりしたよ、びっくりこんな落ち火でもあんな激しい食い方をする、そうですね、全然こう表層にバシャバシャ出てる風でもないのに、ないのにね、できますね、スープラ行くと突如ドッカン、これが尺あったから心臓に悪いような音出すからね、パッパーンっつって、すごい素晴らしい、いやいや最高最高、またちょっと小さいサイズをかけるとまた嬉しいですね、嬉しいでしょ、はい、なんとも言えない嬉しさがね、はい、そういうもんなんですよ、これがトップの楽しさ、はい、もうすごい失礼な言い方すると、はい、ジグヘッドにワームでちっちゃいメバルって言ったらあんまり嬉しくないじゃん、でもこういうのですると、ね、うわーになるじゃない、そういう楽しみ方があるってことだよね、はい放置で食った、放置で、放置で食った、しかもこれサイズいい今あのキャストして浮かべたままモッキーに話しかけてたら、あ、よし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 、まだいいサイズ残ってる、放置ね、投げて真っ赤にこう喋ってたらゴーンと持っていかれたよ、勝手にひったくっていったよすげえ、やりました、そうでっかくはないけど、でもいいサイズ、放置プレイで食わせた一発、すごいな今日トップデーだ、完璧な、すごいですね、うん、嬉しい、みんなねまだ分かってないのよ、スープラこんなに釣れるって、そうですね、本当に、うん、だからやっぱりね使う頻度が低いと釣れないから、はい、釣れないるわって思っちゃう、はい、僕みたいにしょっちゅう投げてたらすごく釣れるのが上がるから、使う頻度が上がる、結果的にたくさん釣れる、自信がつく、今日自信ついただろう、自信めっちゃつきましたこんなに釣れるんだ、はい、でもう一つ言いたいのは、広島だからじゃないからね、うん、うん、ちゃんとその土地土地のそのメバルのつき場所の癖を覚えたら全然釣れるのよ、うん、一番いいに釣れるのは、はい、スープラで多分5月6月の東京湾だな、ボートね、アホみたいに釣れる、僕何十匹も釣れる、これだけで、さっきょで、うわぐちゃぐちゃになった、うわやばいよこれ、うわすっげえな、どんだけ、どんだけ釣れるんだ。よいしょ、外れた。また釣れちゃった。
お、本当だ、いいサイズだ。おお。だからテトラ際にでかいのがいて、この中途は小さくて、こっちの深い方に来るとまたサイズが上がったってことだな。でもこれもオープンでした。うん。いや、いいぞいいぞ。すごい。すげえな。ほぼダブルヒットみたいなもんじゃん。今僕がリリースするまでに次って。すごいいいペースだ。うん、いいだろ、ムッキーベイト、はい、振りかぶらずにピュッて、ね、覚えたら楽だぞ。練習するか。そう、出なくなった。あ、出た。うわー、惜しい。今綺麗に撮れたですね。今放置してたら、うん、放置っていうかこう流してんだ、緩めて。ゆっくり巻き巻き。おお、もっきりの方に食った。今の映ってないのかな。今の映ってますよ。やったー。お、でかでか。おー、いいサイズ。いいサイズ。気をつけてね、刺さらないように。よしよし。今結構一部始終取れました。おー、素晴らしい。まだいますね。いますね、まだ出るね。楽しいな、こりゃ。うん。モッキー、今日のラストコース。はい。今日の勉強会のラストコース。まあ、ここ、道路際なんだけど、はい、実はこの下が磯になってるんで、車道の磯。はい。で、これ瀬戸内なんで、干満差が3メーターとか4メーターとかあって、うん、はい。低い時はもうここの下の磯は全部露出してるわけ、はい、それが今満潮でこう使った状態、はい、で使ってる真上はさすがに目張りいないんだけど、ちょっとこう下った斜面とかに、はい、入る時はでっかいのがつくので、それと狙おう、はい、で海面までがこう距離がタッパがあるので、はい、なかなかトップなんか使いにくいので、はい、こういうロケーションで今日持ってきてるルアーの中で一番使いやすいのが SPM。SPM。うん。シンキングペンシルで、ポールも速いんだけど、はいはい、その分ウエイトがあるからよく飛ぶから、はい、こう長い距離を、その下り際をこうずっと斜めに引いてこれるんで。はい。うん、それとちょっと試してみよう。だいたい5投ぐらいでね、はい、勝負が決まると思う。はい。5投で釣れなかったら望みが薄。メバルが入ってるかどうか。じゃあそれを早速やってみましょう。はい、はい、じゃあシュッと投げますね、うん、すぐに巻き始めて大丈夫ですか。うん、浅いから。はい、うん、わ、当たる。当たった。当たりました。あ、当たる、当たるけど乗らない。当たるけど乗らない。はい。次でもう少し巻きスピードを落とした方がいいかも。はい。まあ乗りました。やっぱり当たった。ほら、どうで来るよ。うわ。おお。素晴らしい。素晴らしい。やっぱ通り来るじゃないか。うわー、来ましたね。うわ、すごい。サイズは足しづらいだろ。はい、来ましたね、一発でしたね。はい、入ってるね、小さいけど。はい、よし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 。これがまあシンキングペンシルの釣りだな。はい、
磯場で強いんだよね。だ伊豆のゴルタとか、はい、和歌山の平磯のとこなんかでも、暗い磯で新編でやる人が多いのはね、はい、やっぱりちゃんと理由があるね。非常に釣りやすい、はい、着水からすぐ巻き始めて浅いからね、水深1メートルないからね今釣ったところは、はい、かなりでもあのコツコツとなんか浅いバイトを、そうですね、仕事待ってるから今はい、次行こう、次、はい、2、3匹釣って帰ろう、はい、はい、いきます。スーパーヒット、おすごい、あれ水面で全部ここはスープラ、水面巻いてたら食った。今日は本当どこ行ってもスープラでなのかな気持ちいいじゃねえの、よしよし皮むき頑張れ乗らないです。何回も当たるっていうのはこれは同じ魚ですか違う魚ですか。よし乗ったけどちっちゃい、数いるんだ、はい釣れました。ちっちゃいです、ちっちゃい、そうですね、ちっちゃい、ちっちゃい、かわいい。改めてルアーは何でしょうかね。はい、 SPM の55ですね、はい、あの釣り方は、釣り方は、着水してからすぐ巻き始めて、だいぶ浮いてるみたいで、何回も何回もコツ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 と。お、これは実際の。おっと、ちょっと師匠、大きいの釣りすぎもう全然サイズ違 う。でもダブルヒットですね。ダブルヒット、本日初のダブルヒット。あ最高、すごいですね。いやメバプラおもろい、面白いですね、でもこれ見て超ショートバイトだよ。あ本当、リアフックのリアフックチョコンって、しかも外掛かりだから、はい、やっぱりこれが潮止まりよね。ガブッと来てね、よしよし、お帰り遊べ、お帰り遊べ、よく釣れたね。そうですね、指は釣れましたねそうそう、思わぬ超過だった、はい、思わぬ超過っていうのはもっとねいろんなプラグを使って、まあレンジで言えば水面から、そうだな70センチぐらいまでの間をこう使い分けて釣る予定だったね、はい、本当はそれが計らずもトップナイトみたいになっちゃって、結局水面が一番強いで、中でもとりわけ何種類かねトップ系のルアー使った中でもスープラがダントツに強かったさ、はい、まあそんな夜だったんだけど、はい、どう目的的な初めての瀬戸内のメバリングは。そうですね、うん、やっぱりまあ圧倒的なメバルの数、うん、でもやっぱりこうトップナイトだった割にはこうずっとライフが出てるわけでもなく、そこそこで、うん、明暗についてるかなと思えば、オープンに開けていく状況の変化、うんうん、すごく面白い、まあ、状況変化が面白いシーンでしたね、うんうんうん、あれがねやっぱりまあちょっと語弊もあるかもわかんないけど、僕と一緒に行ってるからわかるな、あれ、うん、ああいうことがその一人で行った時に見えるように読めるようになると超過ってもっと伸びるわけよ、はい、うん、まずねライズが全然ない状態の中でペンシル投げないの普通。そうですね、投げないんだよ。でなぜかというとそのやっぱりプランクトン系のライズに慣れすぎちゃってたよね、うん、そうじゃないパターンもいっぱいあるよ。で、ゆうべはそういうパターンなかったけど、スープラってスプラッシュって立つから、あれをジャッ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 やってるうちに、深いところにいるメバルが水面まで浮いてくることもあるのよ、うん。だから投げて巻く、投げて巻く、そのペラで水面かき混ぜて魚を浮かすというような釣り方もトップの一つの釣り方なんですよね。まあまあ、本当はもっと多種類 のプラッキングを見せたかったんだけど、まあ、とりあえずゆうべはトップメインの次だったということですね。また次の機会で、こう変化のある、プラッキングをねまた楽しんでもらおうかなと思ってます。はい、はい。
ということで、スープラナイトになりました。グッドでした。